はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、14日目です。もうすぐフェラルフォードですね。はい。もう実は拠点というか場所作ったんですけど、ほら、ちょっとね、試してみたいことがあって、昔懐かしいものを作りました。懐かしいですね、この形ね。今回は横の柱はなくて、浮かせてありますけど、完全に。ちょっとこれでね、ゾンビの動きがどうなるかっていうのをちょっと確認だけしておきましょう。で、向こうにちょっと大きめの新しい、拠点をね、作っております、今。なんであんなに高いかっていうと、ね、前回出てきたあのクソでかいやつ。巨人が出てきた時に、巨人に壊されないように、10ブロックぐらい上げてみました。10ブロックあったら多分届かないんじゃないかなと思うんですけどね。ここだと多分普通に頭がこの辺に来るんだよね、多分ね。多分、おそらくね。うん。はい、ということで、今日はこのモロトフとかを、いっぱい作って持ってきたので、まあそれでちょっとやっていこうかなと思いますね。はい、ということで、またちょっと時間あるんで、ちょっと早くしましょう。はい、では後ほど。はい、あと10分ぐらいですね。もう間もなく始まるでしょう。で、ポイントはですね、まあ、増したりゾンビが溜まってくれるかどうかっていうところと、あとね、まあ、これ、ルート計算できないんだよね。完全に浮いてるんで、そういう時はね、なんか、例えばあっちの建物を叩きに行ったりとかね、うん、こっちを叩きに行ったりとかね、まあ、いろいろする可能性があるんですけど、その辺がどうなのかっていうとこですね。やっぱ見たいのはね。うん、あ、こいつは止まるね。みんな止まるかな？あ、みんな止まるね。いいね、いいね、いいね。そうなると、こっから投げれば全員死ぬっていう話なんだけどね。こうね。こう、炎に誘導しとけばね。うん。ああ、いいね、いいね。じゃあ、これでちょっと、向こうの拠点をね、どんな感じにするかっていうのをね、考えてるんですけど、まあ、これで誘導できるんなら、これでいいか。これで、まあ、大量虐殺はできるよね。一気にね。うん。下から現在5ブロックかな。5ブロックぐらい空いてるとこぐらいだと思うんだけど、5ブロックだとさすがに届くね。肩車されると届いちゃうね。うん。はい、みんな突っ込んで、スパイダーも多分上がれないんじゃないかなと思うけどね。うん。ヘリつけてあるんでね。はーい。懐かしいね、このカルガモちゃん。このカルガモちゃん的な感じ懐かしいね。懐かしのカルガモちゃん。懐かしいね。よいしょ。こっちに火つけて、こっちに来てもらえばみんな燃えるっていう感じでね。うん。OK。レイブンハーストはね、ゾンビ来なくなるっていうことがどうもなさそうな感じなんだよね。なんかね、いつまででも来るんだよね、これ、ね。際限なく。際限なくゾンビ来るんだよね。だから結構これ経験値溜まるんじゃない？これで。これでね、これで一気に燃やしとけば大量虐殺。焼却。大量焼却。はい、ご苦労さん。はい、ご苦労さん。警官とかがまあそのうち来ると思うんだけど、警官が来た時に警官のゲロ貫通してくるからね、これね。格子なんでね、アイアンバーなんで普通の、ただの。あとはその、巨人が来たら終わりだな。巨人来たら終わりなんだが、巨人が来ないことを祈ろう。前回、いつ来たんだっけ ?35 日目かなんか？でもなんか聞いたらね、初日でも来ますよって。運が悪いと初日でも来ますよとか言うんで、多分ゲームステージあんまり関係ないのかなとか思いますね。運なのかよとか思っちゃって、本当に。そこ運なのかみたいな感じですけどね、本当にね。はーい。じゃあこのままもうちょっと朝まで朝までカルガモちゃん引き連れていきましょうかね。うん、一応ね AK も新しいの持ってきたんですけど、多分使わないな。使う必要ないね、これね。警官が来たら警官だけは撃ちたいけどね。警官が来た時は警官だけは撃とうかな。第2波、そろそろ第2波。第2波来た？あ、第2波来ましたね。第2波か第3波か分かんないけど。
あ、警官来たな、なんか警官いるね。あ、いるいるいる。あ、弾なかったわ弾なかったわ。よし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 、これね、残るからね、こうやってね。よいしょ、わーいわーいわーいはーい。まだちょっと燃えるにはね、季節的にね、もうちょっと寒くなったらね、燃えててもいいかもしれないけどねすごい塊になってるな、すごい塊だなウィンタープロジェクトの時とかね、もう多分あったかくて気持ちよかったと思うんだけどねあ、あいつ生き残ったな。バイカー君死なないんだね。バイカー君一撃じゃ死なないんだな。そうなんだ大量虐殺。もっとバンバンレベル上がるかと思ったけど、そうでもないねそうでもないですね。あ、なくなってた。なくなったけど、まあ、まだ持ってますからね。いっぱい持ってますよいっぱいでもないけど、100発ぐらい作りましたね。100発ぐらいね。100発あったら持つでしょ、これ。連打し、このやり方だと連打しなく、連投しなくていいからね。うん。あいつ、死んでんの？倒れてるけど。倒れたまま燃えてるけど。だいたい死んだら火が消えるんですけどね。うわぁ、警官いたのか。まあ、ここまでは届かんでしょ。あ、飛び散ってる、飛び散ってる飛び散ってるわ。警官はさすがに火じゃ倒しきれないか。あ、スパイダー行きましたね。スパイダーも多分上がれないと思うんだけどね。上がれないでしょ、多分。自分の真下にいる以上、上に上がってくることはないような気がする。よいしょ。警官の死体が警官の死体がありますね。はい、燃えてちょうだい、燃えてちょうだい。どうぞどうぞ遠慮なくどうぞ、遠慮なくどうぞはい、カルガモちゃんたちついておいでついておいで。ヒュー、お、なんか減ったか、ちょっと減ったか。いや、でもまだ来るでしょ、まだ来るはず、まだまだ来るはず来なくなるっていうのはことはね、なんかこの今回のバージョンでは来なくなるっていうことなかったような感じなんだよね。なんか際限なく来るんだよね。あ、鳥が来た。あ、鳥来た。鳥だけはちょっと、鳥だけはちょっとね、鳥だけはなんとかしておきたいね。一応撃てるようにね、上も格子になってるんですけどね。こんだけ窓でかかったら入ってくるわなこんだけ窓でかいと入ってくるな。さあ、ごめんよ、相手しなくてごめんよ。火の消えちゃってる人はいないかな。火の消えちゃってる、みんな燃えてるかな、ちゃんと。みんなちゃんと燃えてるかな。漏れなく、漏れなく燃えてますか燃えてますか。燃えてないやついるね、やっぱね燃えてないやついらっしゃるな。はーい、こっちだよー。あ、ドルドル言ってる。犬来た。わあ、痛い。完成、あ、警官。よし。あ、そうじゃない。キューバ。トウ。はい、こっちですよ。炎はこちら。炎はこちらでございます。あ、痛い。痛い。鳥どこ？いた。もうちょっと蓋閉めとけばよかった。感染したか？感染したね。鳥の感染率すごいからね。感染力ね。動物系はやっぱ感染力強いよね。危ないんだろうね、動物ね。トウ。はーい、こっちですよー。はーい、こっちですよー。これやるとね、チャレンジ系もすぐ終わるんだけどね。これやるとね。
どこにいるけか、あそこか。ちょっと邪魔邪魔邪魔。もうまだいる鳥。よし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 。はい、こっちですよ。あれ、警官いた今。炎の真ん中に警官いる？見えないな。見えないね。団子になってるから見えないわ。ん？見えないな。見えない。炎エフェクトで見えないわ。今1時か。もっとなんかいっぱいレベル上がるかと思ったらそうでもないね。これで撃ったら上がるの。上がってる？上がってるっちゃ上がってるか。あ、上がってるね。まあこの AK は壊れちゃってもいいんで、別にまだあるんでね。で、経験値上げるか。ギャー、よいしょ。まあ、ちょっとだけでもレベルはね、まあ、レベル上げてももうそんなに。そんなに魅力的ではないというか、そんなに欲しいわけじゃないけどね、レベルが。はい、どうも。はい、どうも。まだいる？どん。いる？あ、まだいるね。いるね。まだまだ来るね。どんどん来るね。お、もう終わるかな。もう終わりですよ。はい、終わった。終わりましたということで、これぞまさに楽勝ってやつ、ね、これぞまさに楽勝系だね。宴は終わりだ、お前たち。宴は終わりだぜ。誰が来てる？お前だけか。生きてんのはお前だけだ。ああ、クローラーが一人いるか。お前か。死んだ？以上ですかね。以上でしょうか。こんだけショットガン撃ってたら貞子が来そうなもんだけど、来なかったか。来なかったね。よいしょ、ポトッと。とりあえずじゃあ 略奪品でも見ますか。略奪品でも見ますかね。うん、あんまり取るとね、重くて帰れなくなっちゃうけどね。あ、でもあれか、あれステロイド持ってるから大丈夫だ。まああんまりいいの、水が多いね、なんかね。水宝の地図持ってた。あー、シャベルね、ショベルか。あー、ウッドスプリンター。あー、なんか、あんまりいいの持ってないな、皆さんね。あんまりおっていうの持ってないね。ありきたりだな。ありきたりだぞ。はい、以上。以上ですね。はい。もう全然楽勝でしたね。なんの不安もないですね、これね。まあ、絶対壊されないからね、これはね。こうやっちゃうとね。うん、はい、ということで、じゃあ明日から、またジャーナル、よいしょ、進めていく旅に出ましょうかね。うん。これできてる。虫。11、あんまり入ってなかった。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大川さんでございました。またね。